はい、どうも、羽田空港に戻ってきました。今朝ね、こちらの空港にシンガポールから戻ってきて、まあ、家帰ってちょっと寝て、で、ファブの対戦会秋葉原行って、その足で、こちらに来るというですね。まあ、なかなかのスケジュールで戻ってきたわけでありますけど、今回は僕一人ではございません。かける。ガチ。そして、マサト。この4人で、これからドバイ経由で南アフリカに行きたいと思います。それでは行ってまいります。またはい、どうも、乗り込みました。こちらの3席を俺かけるガチこの3人で、10時間のフライト羽田からドバイ行ってまいります。はい、どうも、ドバイに到着しました。まだ次の、飛行機の時間まで結構あるためゲートが出ておりません。しばらくは時間を潰すことにしましょう。10時間のフライトでしたね。やはり疲れていたのかだいぶ中で寝てしまいました。で、この空港で、3時間ぐらい待つのかな。またちょっとゆっくりしていきたいと思います。ドバイ国際航空で今時間を潰しているところなんですが、まあ、こちらの、ラウンジはですね、僕が入会している楽天のゴールドカードの特典でもらえるプライオリティパスというのを使うと結構ね、いろんな国の、空港の中にあるラウンジ使えたりするんですよ。で、僕今ちょっとそこのラウンジの中で軽食をいただいたんですが、なんと、シャワーまで借りれるということなんで、ちょっとそちらの方に行って、この長いね、旅の途中の疲れを一回洗い流そうと思います。先ほどのラウンジとは離れたところにある、ドバイインターナショナルホテルの、なんだろうこれ。まあ、これ普通に部屋ですよね、ここら辺は。ホテルにあるシャワールームを連携してお借りすることができるというですね。まあ、この長旅、10時間10時間ですから、その間にやっぱりシャワー入れてね、リフレッシュできるっていうのは非常にありがたいですね。どんなところなんでしょうか。シャワールーム来ましたー。これはホテル内にあるジムも揃ってたね。その中の一角の、スペースであります。まあ、プライオリティパスいろんなところと提携しているので、まあ、こういったところを、ただで使えるという、ね、非常にありがたいシステムです。で、着替えは、中に入ってるんで、さっぱりしてから、ね、またこれからドバイからヨハネスブルグへの旅を迎えられそうです。では、また。いやー、シャワー浴びて、すっきりいたしました。で、これから、搭乗口の方に向かって、またね、ちょっとしばらく待ち時間あるということなんで、待とうかなと思います。はい、飛行機乗り場に来ました。こんな感じです。で、ここまさに、去年、私と、フード選手、そしてネモ選手が、サウジアラビアの、ニッサ友好30周年 e スポーツイベントをやった時に、来た場所なので、で、ここから乗り込んでまた10時間かけて、ヨハネスブルグに向かいます。さあ、ドバイからヨハネスブルグ行きの便でございます。はい、で、こちらの便はエアバス380でした。はい、どうも、こちらエアバス380の飛行機の中なんですが、すごいですね。各シートのところに AC 電源がある。で、さらにこれは、なんだ、PD 充電っていうのかな、早いタイプの充電ができる USB。まあ、こっちにも普通の USB あるんですが。これは各タイプにこの AC 電源があるっていうのは、あんまり見ない。
さすがは最新の機体でございますわ。はい、飛行機の中での食事が来ました。チキンウィズライス。米は、長いタイプの米ですね。あとはまあなんか美味しそうなデザートとか、まあ、パンやら。まあまあですな。これではまた。はい、ヨハネスブルグ空港到着しました。いや、ついに着きましたね。着きましたよ。2回目。あそこはあの満月さん。レッドブル。あ、よろしくお願いします。どうも。よろしくお願いします。さあ着きました。ここからまた。車で移動していきます。はい、今外に出たところであります。今ね、もう夜なんだね、こっちは。で、こっからシャトルで、会場近くの僕らの宿泊場所に向かう感じです。気候はですね、割と寒い。はい、多分ね、15度ぐらいになってるのかな、今夜だと。で、こっちね、結構寒いらしいです。まあ、日本と違ってこっち南半球なので冬ということになります。レッドブルのシャトルが迎えに来てくれました。ボンちゃんについていきたいと思います。一人一つ使えそうだな。あれ、後ろよいしょ。いや、いや、頼もしいね。ちょっと息切れしたな。え、ちょっと息切れした。そう、ここね、標高2000メートルらしいんですよ、このヨハネスブルグ。え、いや、なんか言われてみればなんかちょっとプラシーボ、うん、標高高いところだから。さて、車で1時間ほど来たプレトリア大学でしたっけの中の宿泊施設に。あ、ちょっと今暗いんでね、多分全然わかんないと思いますよ。さあ、ちょっとね、電池が切れてしまい全然撮影できなかったんですけど、今ここでご飯を食べます。ティーボーンステーキ頼んだんで、それを頼んでちょっとね、楽しんでいきたいと思います。みんなステーキだ。私はティーボーンでございます。こんなでっかい、そしてサラダね。いただきましょうか。こっちはなんかチキンが有名だっていう話は伺ったんですけど、チキンは肉じゃない、こっちで言うところの。へえ。あ、なんかそうだ、チキンは野菜だみたいなのを言ってる国があるって聞いたことあるの。4年前に来た時はすごいチキン、いただきます。ティボン押されたんです。美味しいって食べてて、実際美味しくて、タウンシップ行った時もそのチキン出しまってすごい美味しくて、タウンシップではよくチキン食べる。味付けはちょっと甘めだ。まあ、これ食べて元気出していきます。また。はい、どうも。今20時46分でございます。こちらは、プレイヤーズルーム、レッドブル組手に参加するプレイヤーのプレイヤーズルームにやってまいりました。皆さんもうすごい勢いで練習しております。奥はガチ君だね。ジェアングリーバード先生、先生いらっしゃいます。ちょっとこれよく見とこうかな。私も混じってね、猛練習したいと思います。はい、どうも。今プレイヤールームにいます。今はもうね、こっちで夜の1時近いんですが、プレイヤーまだまだ
飼い犬×全もの NL、 そして私がいます。結構ね、いろんなプレイヤーとやったんだけど、まあまあいい勝負はできましたが、アングリーバードだけはちょっときつすぎたね。アングリーバードは10対1で負けました。ちょっとね、別格すぎます。ビッグバードも同じぐらい強いらしいから、ちょっと明日またやってみたいと思います。今日はこんな感じで部屋に戻って寝ようと思います。で、これね、直結してまして、我々の部屋は一段下がって奥の部屋です。いや、かなりいい練習できるね。これ SFL、 俺とボン、ここで練習してったらかなりいい結果が出せるんじゃないかな。で、部屋は僕はかけるくんと、シェアなので、こんな感じです。まあ、一日目はこんなところでしょうか。それでは、おやすみなさい。